どうも高井です。マインドコントロールっていう佐藤鶴さん推薦の本なんですけど、もしあなた自身がね一人暮らしをしてるんだったら洗脳されてるかもよっていう話を今からするんですけど、孤独に暮らすのことが当たり前となって、同時にメディアから大量の情報にキャサラされて暮らす現代人にとって、感覚の遮断と情報過負荷という両方の、ね、危機に、ね、直面してるんですよ。一人暮らしって普通にも当たり前になっちゃってるかもしれない。実家暮らしから会社に行くときに、要するに遠すぎてもはやアパートとか寮暮らしにならざるを得ない。でその寮やアパートから会社っていうね、もうワンパターンだよね。そういう一方通行のね、そういう会社通勤がもしあなたの日常となってるんだったら、もしかしたらコントロールされてるかもしれないよって話で、洗脳の原則に入浴情報を極度に不足した状態に置かれると、脳はどんな状態情報でも取り込み吸収しようとする。それまで信じた信念と異なる内容の情報であろうと抵抗なく吸収しようとする。その結果それは強く浸透し、それまでの信念に取って代わることも起こる。それはまさに洗脳原理を示していた。洗脳を可能にする原理としては全く逆の方法もある。それは情報の遮断や感覚の遮断とは反対に、過剰ともいえる情報や刺激にさらし続けることである。情報過負荷の状態が続くことによっても脳は次第に主体的な思考力や判断力を失っていく。最初は強い反発と抗議を呼び起こすことのような考えであっても、さらにまた同じことを言われ続けると最初ほど強い反発や抗議を受け続けなくなっていく。過剰な情報にさらされた脳は次第にそれが正しいか間違っているかを判断しなくなり、それを自動的に受け入れるようになってしまうのだ。今現代の社会っていうのは、要するにスマートフォンだとか、まあ、およびパソコンっていうのは主流になってきてますよね。だからこそ昔の人はテレビだったかもしれない。でも今の人はそういうタブレット端末なんだ。タブレット端末でネットを使うことによって情報を得るっていう時代になってるんだよ。そういうね、情報爆発の時代だからこそ、あなたはもしかしたらこういうマインドコントロールされてるかもしれないよって話なので、一度ね読んでみてくださいね。それでは。